はい、どうもにです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラッシュをやっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、新環境、やっぱりシャンクスの関係になんてめちゃくちゃ彼強いわけなんですよ。はい。で、やっぱり対抗するためにこうやってね、赤犬とか四季とかがまあ、いるわけなんですけども、うん、もう本当に彼強すぎる。<laughs> <laughs> さっきドレスローザにいたらもうシャンクス4の時ねもうねどこにいても飛んでくるでしょ。うん。だから一定方向だけ見てるんじゃなくて本当に全体見ながら戦わないとマジでね、あのいやもう知らん間に死んでる。はい。ま皆さんもね経験あると思うんですけどもまあそんな環境にね対抗していくための赤属性の今回サポート編成について皆さんにお話ししていきたいと思います。はい。で、今まではね、えっとこういったあのサポートを まあ使っっててたたんんでですすちょっと変えてみたんですよね、まあ、それがね結構良かったから、まあ、皆さんにも紹介していくんですけどもはい、えー、今まではですね赤犬四季、まあ、赤犬大和っていう形でね、まあ、皆さんも組まれてると思います今の環境で言えば、まあ、あとはですね歌四季とかね歌大和っていう形なんですけども、まあ、結局どれにしようがサポート編成的には変わってこないかなというふうに思いますはい、えー、じゃあね、まあ、ここが赤犬だろうが歌だろうがここが四季だろうが大和だろうが 一緒という感じで、えー、考えてくださいで今まではね俺こちらゲッタータグのオカ七部会超人系船長グランドライン、えー、アタッカー新世界という形にまあこう組んでてやってたわけなんですよでこれのメリットって何なのかっていうと工場キャラクターが要は多いので要はパーセンテージを伸ばしていくことがめちゃくちゃ、えー、しやすいっていう形ですね はい。まあ、なのでこ、こ、このね、スネークマン3ダしえー、このルフィは3ダ三、3。まあ、突までは行ってないんですが、まあ、それがしやすくなってる。うん。ってことは、パーセンテージが、えー、伸びやすいっていう形になってるんですね。はい。えー、まあ、なんですけども、今ね、あの、ちょっと変えてみたんすよ。はい。 こちらです。えっ、ー、と、まあ、これアタッカータグ。まあ、あ飼い犬だからもちろんアタッカータグだよっていう形だったんですけども、まあ、今までってね、あの、しなかったんですね。ええー、まあ、ちょっとパーセンテージが低くなるからあんまりしてこなかったっていうのがあるんですけども、うん。まあ、今の環境はね、特にアタッカータグ俺の中で必要かなというふうに思ってきた理由がですね、シャンクスの特性によるんですよ。はい。 で、これ、シャンクスの特性をちょっとまあ見てもらいたいんですけども、一番めんどくさいのが赤犬、吐き状態中じゃないんですよ。めんどくさいのって、 敵から最大体力の20%以上のダメージを受けた時に体力が30%回復する。これが赤犬にとってめちゃくちゃめんどくさいです。うん。で、もうほん、本当に上に行けば行くほどなんですけども、基本シャンクスってもう破棄状態を纏ってる状態で基本戦っていくんですね。まあ、基本も纏まとってない時に戦いにシャンクスも来ないし、こっちが詰めに行ったとしても基本後ろに下がってしまうっていう形なので、基本は破棄状態中にしっかりと,えと対面と していくっていう形がまあ基本的なものになってくるんですけども、えー、その時にねやっぱりあのー、ずっとえー、と赤犬がもしバフがかかってない状況だとえっ、ー、とね20%以上で大体、えー、いいね35%ぐらいダメージ与えれて30%ぐらい回復してるようなイメージです。なので要は 通常一発入れるたびに5%ずつ回復してるような感じなんですよね。本当に赤犬使ってて思うのが。うん、もうそれぐらいその特性が俺の中でめちゃくちゃやっこくて。で、しかも猛火も入らないからバフもかけていけないっていうのもあって。 でえーっとね、赤のアタッカータグにちょっと変更しましまた、うん、元々アタタッカータグの方も、えー、全然いらっしゃるんですよあ、まあ。アタッカー新世界っていうのでね、全、えー、シーズン、全、えー、環境って言いますか、まあ、ユメルフィーとかカイドウとかがいた時、アタッカー新世界で組まれてる方がまあいたとは思うんですけども、まあ、今回アタッカーと グランドラインになってくるので、まあなかなかいなかったんじゃないかな。まあ赤犬タイミングが苦手な方はアタッカーグランドラインで編成してたと思うんですけども、はい。えーまあ今回ね、えーもうグランドラインか新世界、そしてえーとイーストブルーっていう形になってくると思うんですけど、新世界をつける必要はもう全くないので、えーと、こちらの編成、アタッカー王家七部会グランドラインという形に変更しました。で、それで完成したのがこちらのサポート編成になってきます。はい。なので今ね、 これをね、パーセント伸ばすために俺、まあちょっと日々ね、欠片交換とかしてるんですけどもはい、まあ一番今の環境にこれが合ってるかなっていう形ですねはい、まあこっちもね、えー、ゲッタータグの方も、えー、もちろんね、ゲッターに旨味も出てくるから、えー、全然いいと思いますはい、で、ゲッターの旨味って何なのっていうと お宝をダッシュした時に初期値が30%増加する。うん。まあなんでこれ別に赤犬初手出しにした時も、初期旗もしくは二陣を握った時にも初期値が増加してるので、早い段階で次のステップに、まあ次の戦いに進むことができるっていうのも、まあ結構メリットっちゃメリットです。はい。 ただし、この体力が800増加するっていうのがかなりネックで、うん、これってどこから800増加されるのかっていうと、バトル開始後に800が増加されるっていうものなので、要はステータスそんなに変わんないんですよね。 はい、なのでここの恩恵は全然受けれないからもう下の恩恵だけになってきます、えー、ダッシュした時に初期値が増加すると、はい、なってくるのでまあ別にこっちでもいいし、あのーまあね、このアタッカータグの,、えー、の方にも変えてもいいかなと、うん、まあこっちの方が、えー、一応ね、えー、このゲッタータグの方のーセンがは伸ばしやすいっていうのは覚えておいた方がいいと思います はい、まあ、なので、チャンピオンシップとかね、えー、皆さん出られる方もおると思うので、うん、もうね、あの育成が間に合わないっていうのであれば、こちらに変更するのではなく、パーセントが伸ばしやすい方を、えー、育成かけていった方のが、えー、まあ大会とかね、えー、しっかりと戦えていけるんじゃないかなというふうに思います。はい、 で、えーまあ、これはですね、えー、グランドライン、えー、編成になってくるんですけども続いてがこちらですよねはい、えー、イーストブル編成になってきます、これは本当初心者の方向けです。はい もう今別にイーストブル、赤犬ももちろんいるし、歌もいるし、ヤマトもいるから、イーストブルにしててもね、別にそんなにね、えー、まあ別に問題ではないんですが、やっぱり王家七部会っていうものが欲しいので、うん、これは本当に初心者向けの、えー、サポート編成になってきます。はい。なので、初心者の方とか、まあちょっとね、えー、っと、まあ、 育ってきたんだけども、王家七部会のキャラがいないっていう方に関して言うと、えこれにしてた方のが、えー、と赤赤対面の時に、えー、かなり強く出れます。はい。まあなので、えー、とこちらのイーストブルーだと、同属性に対して、えー、ダメージアップが15%ついてるというものになるので、 はい。えー、まあ、率先してね、赤犬に戦いに行ったり、ヤマトをしっかりと見てあげたり、という、えー、ことができますね。はい。ま、なんでこちらは、えっ、ー、と、まあ、最初の方のみにしておいてください。 はい、まあね今桜花七部会のガチャが来てるからねここで一気にね皆さんねあのゲットしてもらえればあのー、ま桜、あ、花七部会のタグの問題についてはなくなっていくと思うので、まあ、是非ともね桜花七部会のタグ、えー、是非ともこれでゲットしてほしいです、はい、もう本当にね状態異常系のキャラクターって今後も ずーっと出てくるのでもう間違いなくもうそれがしか出てこないと思うんですよやっぱ強キャラってなってくるとうんえーまあなのでねえー、ぜひとも今回えー王家七部会ガチャえー、見逃さないようにぜひ皆さんしてくださいはいでですねえー、ディフェンダー編になってくるんですけども赤のディフェンダーっつったらもうこれ一択ですねはいえー、ディフェンダータグ麦わら一味超人系船長グランドライン最悪の世代が5択になってくるとまあこれね6択に持っていけない んですよねはい、まあ、なので5タグで終わってるんですが、まあ、基本的にこの最悪の世代、えー、ディフェンダーはね6タグまで絶対につけたいんですよ。ただキットの場合って しすぎるから別に最悪の世代のタグなくて十分ですはいまあなのでキットで最悪の世代を6タグまでつけようって別に思わなくていいですねはいつけてしまうとどういうことが起きるのかっていうとえー、っとね大体マリンフォードの1陣から2陣まで吹っ飛びますもうそれぐらいの距離まで吹っ飛んでしまうのでえー、まずねそのキャラクターをしっかりと、えー、特性見極めてこの最悪の世代はつけてくださいはいでえーっと今の 段階はね、えっ、ー、と、ゾーン系って、まあぶっちゃけいらないので、えー、グランドラインをつけて、えー、やっていくと。はい。で、ディフェンダータグをつけて、さらにカチカチにしていくと。はい。防御力が200増加し、お宝ゲージの回復速度が10%増加すると。まあ前回キットの動画あげたんですけども、本当にこれにすると、めちゃくちゃ硬いです。めちゃ硬い。うん。まああのね、えっ、ー、と、 シャンクスのスキル1に関して言うと、あれダメカット無視になってくるから、あれはしっかりと食らってしまうんですが、それ以外に関して言うと、もうマジで本当食らわないので、はい、この編成がきっとめちゃくちゃ強いです。まあ赤のディフェンダーは、この編成でいいと思います。で、じゃあ、えっとね。 あのまあこれがねサポート編成皆さん分かった中で結局何を大事にして赤編成をしていった方のがいいのかこのキャラクターはいるけど結局これがつけていけないから、えー、サポート編成悩んでますっていう方いると思うので、えー、それをね、えー、今から説明していきますうん結局赤犬四季歌四季歌山と赤犬山と編成にねえー、まあほとんどの方がされてると思うんですけども必要なのはもう間違いなくこちら 王家七部会のタグになってきもうこれが必要不可欠。うん、特に赤犬、四季、歌、四季。この編成に関して言うと、王家七部会のタグ、えー、絶対つけてた方がいいです。必ずそっちの方が強いです。はい。で、えー、っとですね、こちらですね。 グランドライン。これもつけておきたいやつ。うん。なので、えー、最初にも言った通り、このアタッカータグじゃなくて、こっちにゲッタータグになってしまっても、はい、えー、全然いいよっていうのがこういう理由です。なので、気にすべきは、王家七部会のタグ、そしてグランドライン。で、王家七部会が4タグ、もしくは5タグぐらいまでしかできないよっていう方も、しっかりとそこまでは入れましょう。うん。 しっかりとねここ、えー、と4タグでも十分10%延長してくれるし5タグでも15%延長してくれるのでつけれるだけつけてパーティー編成を組んでいきましょうなので王家一部会が4人しかいないって言ったら4タグまでつけてあとはグランドラインを意識する。 うん。で、えっ、ー、と、あとはその自分がゲッターが多いのか、アタッカーが多いのかで、ここはちょっとタグ変わってしまうんですが、まあ、基本的にはアタッカータグにした方がいいです。はい。えー、ま、それがね、えー、ここで気にするポイントですかね。はい。で、続いてこのイーストブルーに関してで言うと、まあ、どこを意識するのっていう話なんですけども、もうアタッカーとこのイーストブルです。 はい。ま、あこの二つがしっかりとついていれば、この編成はいいかなと。まあ、他妥協しちゃっても全然いいです。はい。で、こちらですね。ディフェンダーですね。キットに使ってるやつ。うん。 本当にカチカチにして、えー、もう安心したいっていう方に関して言うと必ずディフェンダータグですね。はい。こちらのタグ、そしてグランドライン。ここを必ず意識して作ってください。で、もう一つ、えー、プラスで、あのー、気にした方がいいのがこちらの麦わらの一味です。はい。 これはですね、マックスまでつけると、クリティカルで受けるダメージが30%もカットしてくれるので、えー、これもね、ディフェンダーとしてはかなり必要なサポートタグになっております。はい。逆に言えば、アタッカーゲッター、赤犬とかになって、必要になってくるのは、麦わらの一味ではなく、こちら。超人系ですね。はい、こちら。体力が50%以下の時、クリティカルで与えるダメージが20%増加する。まあ、プラスアルファで意識するなら、ここら辺になってきます。 はい。まあ、っていうことなんですけども、皆さん理解していただけたでしょうか。まあ、サポートってね、もうキャラクターの揃い方によって、揃い方が全然変わってくるし、育成の仕方によっても、えー、変わってくるので、まあね、あの、これを参考にしてもらって、このキャラクターたちを育てればいいんだな。自分がメインで使ってるキャラクターは赤犬と式だから、この編成、丸パクリしようっていう形で、全然思ってもらって構わないので、 一番は丸パクリしてもらうのが一番いいと思います。はい。まあ、ただし、えー、キャラクターの揃い方によって変わってくるので、皆さんね、ぜひともそのピックアップされたね、ガチャ、しっかりと逃さずにゲットしていきましょう。はい。ということでですね、今回はこちら赤編になってきますので、次回はですね、好評だったら緑編、青編やっていきたいと思います。それではですね、皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。じゃあね。